たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスとも、ステゴサウルス西部劇で有名な北アメリカのグランドキャニオン大峡谷が突然の地殻変動に見舞われた。またもや出現した恐竜がおとなしくのろまな草食性のステゴサウルスと聞いて、ボーンフリー隊はやや楽観ムードのうちに出動した。彼らの前に姿を見せたそのステゴサウルスは、なんと生物学上の常識を超えた恐るべき殺人恐竜であったのだ。やつはまた同じ連結棒を狙って突っ込んでくる。今度衝突されたらボンフリー号はひっくり返ってしまうぞ。ボンさん、ボンフリー2号を切り離せ。よし来た。何？ダンプカー並みのスピード？そんなステゴサウルスがいてたまるか。ところが博士、それよりさらに信じがたいのは、やつが殺意と憎悪の塊と化してボンフリー号に自爆覚悟の体当たりをかましてきたことです。となるとそのステゴサウルスはおそらくまともな恐竜ではないかもしれんな。まともではない？犬に狂犬病があるように彼も何か未知の恐ろしい病気にかかり脳髄に異常をきたしたのではないか。十分その可能性はありますね。だとしたらこれは他の恐竜の安全のためを考えて一思いに処分した方がいいかもしれんぞ。そんな殺したなんてひどいや。あの恐竜が病気だって頭から決めてかかるのはやめてよ。別に頭から決めてかかっておるわけじゃない。これはデータに基づく科学的な推論なんだよ。マサオ、恐竜はね、ライオンやゾウが束になってかかっても絶対にかなわない。全ての動物の中のチャンピオンなんだぜ。力づくのやり方で無理やり服従させられるよりは死を選ぶ、そういう誇り高い恐竜だって中にはいるかもしれないじゃないか。では聞くが、もしあの恐竜がそうだとしたら君はどうすればいいと思うのかね。麻酔砲や熱湯砲を使わずに人間も恐竜もみんな同じ生き物同士仲良くしようって心と心で優しく語りかけるんだよ。そういうのをな、マサオ、理想論って言うんだよ。そして理想とは常に厳しい現実に無残に打ちひしがれるものなのだ。大人になればマサオにもわかるよ。要するに君はまだ若いんだ。幼いのだ。子供なのだよ。僕、こんな無理解な大人たちとは一緒にいたくないや。ボン、行こう。サウルスは本当にみんなが言うような病気の殺人恐竜なんだろうか。わからないか。そうだよな。そんなこと捕まえて解剖してみなきゃわかんないよな。おい、
俺よ、さっきあのステゴサウルスにひでえ目で遭わされたもんだから感情的になってよ、ちっとばかしマサオにきついことを言い過ぎたんじゃないかな。慰めに行ってこよ、キナ。それが飛んだ取り越し苦労。マサオもドンも寝息一つ立てずにすやすや。そう、いるのかいないのかわからないくらいに。ちょっと待った。マサオはともかく、あのドンの寝息は SL の蒸気釜底の毛の凄まじさなんだぞ。それがいるのかいないのかわからないぐらいっていうことは、すなわちマサオとドンはいないんだわ。こちらボンフリーゴ、聞こえるかマサオ、応答せよ。コンタクト。何がコンタクトだ、いい加減にしろ。ごめんなさい、でもね、ジョージさん、僕がみんなを騙してこっそり抜け出したわけは。わけは後でゆっくり聞いてやる。とにかく今は大急ぎで戻ってこい。いいな、これは命令だぞ。何の罪もない恐竜を殺そうとしてるやつの命令なんて聞けないね。なんだと。僕はね、これからあのステゴサウルスを探し出しに行くんだ。そして彼が病気にかかった殺人恐竜なんかじゃ絶対にないってことの証拠をつかみ、ジョージさんたちの下した死刑の判決をきっとひっくり返してみせるからね。それはなかなかご立派な決心だと褒めてやりたいところだがな、この真夜中、しかもレーダーもなしに、一体どうやってやつを探し出すつもりなんだ。レーダーならちゃんとあるさ。どんな花という世界一のレーダーがね。おい、マサオ、更新終わり、以後更新回路を閉鎖します。これがボンフリーゴで、これが犬と一緒に抜け出したガキだ。今のやり取りの様子やこいつの後をつけていけば、我々は自動的に恐竜の居場所へたどり着くことができるわけだな。しかしボス、ボンフリーゴはガキの後を追っかけ始めましたぜ。この分じゃ俺たちはじきにやつだとでっくわし、例によってまた熾烈極まる戦いの幕が。だからそうならん先にやつらをちょろまかしちまえばいい。おい、サミー、お前の出番だぞ。ヘイボス、待ってやした。こんなこともあろうかと、お前の特技の生体模写に目をつけ、特別に高いギャラを払って雇っておいたんだ。うまくやってくれよ。いや、任しといてください。ボンフリーゴ、ボンフリーゴ、応答してください。僕はマサオ、正真正銘のマサオです。本物も偽物もあるか、バーカ。お前の甘ったれ声は聞けばすぐわからん。へへへ、本当は僕、偽のマサオなの。この悪たれ坊主。そうやっていくらでも俺たちをからかうがいいや。あと5分以内に追いついて、ふんづかまえお尻を100回叩いてやるからな。え、お尻100回だって？そんなのやだ、許して。いや、ダメだ、お尻100回だ。僕が間違ってたよ、ごめんなさい。今からすぐそっちへ戻るから、その場所を動かないでいてね。生意気なコリクスばっかり抜かしていても、やっぱし子供だね。お尻100回と言ったらたちまちこの効き目さ。よし、ゴンさん、エンジンストップだ。ここでマサオの祈祷を待とう。わかった。ボス、怖い色作戦見事に成功でござんすね。我らのボスって全くなんて頭いいんだろう。それ、どんどんガキをつけろ。止めるんだ。だってボス、こんなヘンテコな木がいっぱい生えてるジャングル、あたいは嫌い。森がとっても怖いから、遠回りして進む。もう
このキングバトルワゴンはいかなる障害物も踏み越えて突進できる無敵の装甲車なのだぞ。いざジャングルをなぎ倒して進め、突っ込め。なんだこの木は、まるでウルトラ接着剤みたいじゃないか。こら、グレーン、なんとかしろ。だから言ったじゃないの、気まぐれボスが。あなたか。あのステゴサウルスだ、見つけたぞ。でもおかしいな、おとなしいぞ。吠えるんじゃないぞ。そっと近づいて様子を見てみよう。ハイタン、あの荒い息遣いはただ事じゃないぞ。これは毒イバラのトゲだ。そうか、分かったぞ。ドステゴサウルスはあのトゲが刺さったために、その毒の作用で興奮して凶暴になり、ものすごいスピードで暴れ回っていたんだ。大変だ、あのトゲを早く抜いてやらないと心臓が弱って死んでしまうぞ。ドン、来い。
ドン、そんな変な声出したってダメだよ。僕はもう帰る。そして僕はこの責任を取ってボンフリー隊を辞めるんだ。その声はステゴサウルスの子が親に甘える鳴き声。それじゃやっと君は僕たちを仲間と認めてくれたのか。やるからな。それいいよ、いいしょーと抜けた。マサオのやつごめんなさい、すぐ戻りますから。なんて言っといていつまでもたもたしてやがるんだい。まったく、あいつは確かに理屈っぽいが嘘は絶対につかないやつだ。だからこうしてあいつの言葉を信じて待っているんだが、もしかしたら道に迷ったのかもしれないわよ。だとしたら大事だ。探しに行こう。真正面のたった1キロ前方にだ。それ突進、ブワーッと襲いかかってブワーッとやっちまえ。あら、またあいつらだ。おい友達、死にたくなかったら僕の後について逃げるんだ。それ首だ、首だ、恐竜の首だ。それ、麻酔弾撃って。おのれ、おのれ、おのれ、ひょくまか逃げよって。こうなったら目つぶし弾だ、目つぶし弾撃って。Come on.
おい、マサオ、虫が。どうなってるんだ、こりゃ。さあ。ねえ、君、何も怖がることはないんだよ。これから君をとっても住みやすい恐竜のパラダイスへ連れてってあげようっつんだから、さあ、じーっとおとなしくしてるんだよ。あのね、君、おとなしくしろってのはおとなしく檻に入れって意味なんだよ。外出命令違反と、まあいろいろと感心できない行動はあったが、今回の捕獲作戦、まずはマサオの大手柄といったところかな。素晴らしいわ。子供の持つ純真な心が生物学上の常識を超えて恐竜を人間の友達にしてしまったなんて。毎回こうだと苦労はしねえんだがな。マサオに任せておけばいいよ。何しろどんな恐竜ともどんどん友達になっちゃってくれるんだから。任しとけと言いたいとこなんだけどね。ボンさん、ガラさん、それを理想論って言うの。ああ、やられた。キノコ大地に登ったマサオたちはゴルゴサウルスの攻撃に遭う。マサオたちの救出作戦を開始したジョージとガラにテラノドンが襲いかかる。次週、恐竜探検隊ボーンフリー、大地の帝王ゴルゴサウルス、お楽しみに。